方がより明るいんじゃないかと。どんな感じになりますね。すごい、明るい。いけますかね。じゃあもうこんな風に白くします。そしてね、静電の恐れがあるということで、身近にあるものを使って明かりの確保をする方法を緊急なんですけども紹介します。今こう並んでる状態でちょっと分かるかと思うんですけど、ちょっと電気をあの暗くしてもらっていいですか。はい、はい、これ実は空き缶を開いて中にティーライトキャンドルが入ってるんですね。で今この状態でこれだけ明るさを確保できるので、でティーライトキャンドルだいたい4時間ぐらい、燃え続けるっていう。そうそうそう、だから結構あの長い時間確保できるので、はいはい、回復までこれでねしのげればいいんじゃないかということで、急に動画を撮っています。はい、じゃあこのやり方を説明したいと思います。ちょっと 明るくしてもらっていいですか。はい、はい、それじゃあですね、これは普通 のアルミ缶ですね。ちょっと作業しづらいので少し寄せておきますね。はい、空き缶ですね。手を切らないように気をつけてください。で、今、軍手をしますんで、ちょっとこれ、ずれるんで気をつけてもらってね。あの、カッターナイフをぐさっと。あまり力を入れないようにしてもらって、で、これであとは、長めのね、ハサミを使って、これ、ザクザク切る感じですね。これです。まあ、4、5センチ刃を入れてもらえればいいかな。ちょっとね、手を切らないように気をつけてくださいね。少し開く感じで、で今度反対側もこんな風に4、5センチ刃を入れます。で、また開きます。そして、ここにあのティーライトキャンドルを置き、奥面に反射した方がより明るいんじゃないかと。これ出来上がりはこんな感じで、ただ手を切らないように気をつけるってことと、あと点灯だよね。点灯して火事を火災を起こしてしまったら何もならないので、一旦ちょっとこれで暗くしてもらうと どんな感じになりますね。すごい、明るい。ますかね。明るい、明るい、だいぶ明るい。はい、じゃあひとまずね、身近なものでできるその明かり確保ということで紹介しました。ただあくまで緊急事態でこうあの対応するものなので、あの手を切らないようにすることですとか、あと火を使っているのでね、あとこう転倒しやすい、あと暑いとかね、まあそういうのを気をつけて、十分に気をつけてもらって、まあ二次災害にならないようにしてもらえればいいかなと思って紹介しました。